こんにちは今日一緒に行こう羊のすね肉の煮込みを作りたいと思います。そしてデールライスですね。今回はスロークッカーを使います。私は結構スロークッカーを使います。便利なので、えー、とすね肉を 1300g スロークッカーに入れます。そして1つのカット缶詰トマトを1つ入れます。そして、えー、とオニオンフライ。えー 50g ですね。これ、あの、業務スーパーでよく買ってます。入れます。塩、胡椒、ガーリックパウダー入れます。いつもお好みの量って言うんですけど、今回はお好みの量でいいんですが、ただ塩の場合が、スロークッカーで長時間に煮込みな、煮込むので、いつも用の塩を入れると味がしょっぱくなります。だから塩だけはいつもよりちょっと控えめに入れてください。で、ガーリックパウダー入れて、そして、えっ、ー、と、ターメリックーさじ1です。 そして、えー、シナモン交差値1です。そして、えー、コンソメの塩分カットになってるコンソメ入れてください。別になくても入れなくてもいいんです。えー、そして水 800cc 缶詰2つ分入れですね。私水入れます。そうする蓋をして、あのー、電源も入れて夜までほったらかしです。こんな感じ。じゃあ今午後6時仕事から戻りましたのでこんな感じに。 頑張ってくれました。よく煮込んでくれてます。お肉も結構柔らかいので、結構いい感じです。今度は、えー、とデールライスの作り方です。えっ、ー、と、私仕事行く前に炊飯器で作ります。えっ、ー、と、今回はバスマティライス使ってます。日本のお米も一緒なので、バスマティライスを水で洗って炊飯器の中に 入れてその後あの乾燥デールを入れてバスマティライス乾燥でこの順番に入れます。ただ、水の場合なんですけど、あの例えば日本のお米の使った場合、午後の場合がお水の午後って言うんじゃないですか？バスマティライス使う場合に炊飯器で炊く場合におみ。あのお米午後の場合に。 お水を6個入れてください。6個のところ入れてください。1杯多めに入れてください。で、それで塩とオリーブオイルを入れれば完成です。ただ、日本のお米の場合は作った場合に、あのデールが入れると、例えば午後お米入れた場合に、 デールも入ってるので一キムチちお水を多めに入れてくださいじゃないとと,ところどころかねお米の方が固いまま残っちゃうのでだからとあのときもちだけでお水を多めに入れてくださいあとこれを炊飯器に入れて早炊きで炊いてます早炊きで炊いてほったらかしです今あの混ぜては帰ってきたら6時ぐらいですねこんな感じに出来上がってますよく混ぜてえっ、ー、とそして出来上がりです で、余ったご飯が、ジップラックに入れて冷凍してます。それで、温め方が、前の日が、その、あの、夜食べるんで、朝出して、解凍して、そして、あの、お鍋に入れて、お鍋の中に、ほんの、あの、少し水を入れて、蓋をして炊きます。そして、出来上がり、完きり仕上がりますので、はい、えー、これでこ、小筆のすね肉と、 デイルライスが出来上がりました。とっても美味しいので、えー、ぜひ作ってみてください。えっ、ー、と、スロー空間もとっても便利なので、ぜひ使ってみてください。えっ、ー、と、今回は、あの、デイルライスとこいつのンソ肉の肉味です。最後まで見てください。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。